皆さんこんにちは、処理水チャンネルの司法です。はい、ということで今回はですね、今回は、サンキューマートで、まあ、約10点買ってきたので、今回はそちらの購入品紹介をしていきます。はい、ということで、まあ年末ということでちょっと模様替えをしたいなと思いまして、まあ、断捨離、うん、なので今回はね、新しい雑貨メイン、お部屋に飾る雑貨メインで、買ってきましたので紹介していきます。一つ目はこちらです。これは、LED ライトチューリップということで、このチューリップね、ただね、ただのチューリップではないんですよ。光るんです。これなんか流行ってるよね、なんかライト、時計が光るとかさ、カーテン光らせるとかさ、それのチューリップバージョンです。簡単に言うと、かわいい、かわいい。なんかね、生地はなんかスポンジですね。なんか思ってた生地とは違うけど、かわいい、かわいい。で、ここに電池を入れるところがあります。で、多分ここの電池を入れると光るみたいな。電池入れようかな、あとで電池入れます。こういうことだよね。こういうこと、だよね、で、電池入れてボタン押すと光るみたいな。はい、あとでやってみます。かわいいんだけど、どこに飾ろう。かわいい。次はこちら。これはね、私もよく分かってないんですけど、すごいデザインが可愛かったので買ってきました。こんな感じの絵、わ、かわいい。レースですね、こちら。この上になんか物を置いたりしてもかわいいかなと思って買ってきました。だからこういう感じで、こういうね、こういうものをこう、かわいくない。ちょっと白だから床があんま見えないかもだけど、かわいくない。どこかけても可愛いかもしれないし、ね、本当になんかいろんな面で使えそうだなと思って買ってきました。ガチ可愛い、マジ可愛い。次、3つ目、こちら。こちら ね300円じゃなかったんですよ、確か500円ぐらいかな、だったんですけど、こちらなんと、なんと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 、カバンなんですよ。カバン開けられちゃうし持てちゃうしっていうカバンなんですけど、携帯とかも大きさ的に入らないし実用性はないんですよね。だから私はこういうね、雑貨にしようかな、こういう感じ。あ、かわいい。かわいくない。そう、今回ね、白いねカバンを選んでみました。で、こういう雑貨としてこう置くっていう。え、かわいくない。え、かわいいっていう目的で買いました。かわいいですね。一応ね、中も入ります。一応カバンとして売られてたので、こんな感じで、はい、これね、一応ね、カードとかも入ると思います。はい、次、夕日ライトですね。ちょっと見えるかな、夕日ライトで。こちらはこういうライトで、なんか下が青、上がオレンジみたいな感じで夕日っぽく照らせるっていうアイテムです。で、オレンジ一色もあったんですけど、青い方がエモいかな。で、こっちを選びました。あ、うち USB だ、 USB だ。電池だと思った。マジか、 USB か。はい、開けてみたらこんな感じでした。でね、そう、オレンジと青で光ったらこうオレンジと青で照らされるみたいなやつですね。これもね、後でやってみたいと思います。次はこちら。こちらはですね、恐竜のポーチでございます。これもなんか300円じゃなかったよね。え、じゃなかったっけ。これ500円だった気がする。なんか高かった。あれ、あれ、あれ、多分、あれ、そうなんだっけ、あれ。で、これジュラシックワールドの恐竜らしいですね。え、可愛くない。めっちゃ可愛いんだけど。え、可愛くない。でも
大きさがこれぐらいです。私の手がこれだとするとこれなんですよ。でも小銭ぐらいしか入らないなとは思いました、ぶっちゃけ。あとなんか、はい、でも小銭ぐらいしか入らないかもしれない。うん、だから本当にちょっとコンビニ行くとかの時にね、使えるんじゃないかなと思いました。え、かわいい。普通にさ、飾ってもかわくない？うん、はい、もう使い方は様々ですので、はい、買ってみてください。ぜひ、かわいいですね。次はこちら。一見何かわからないでしょう、箱でございますね。こちらの箱の中に中身が入ってるんですけど、普通か中身が入ってるんですけど、入ってなかったら困るわこちらの変哲もない箱、中身は何も入ってませんとか。やばいね、やばい。なんと鏡になってます。イエーイ。そう、鏡が割れちゃったんです。今まで使ってた鏡がね、踏んじゃったの私で、バキバキバキとか言って、うん、えっって見るじゃないですか。バリ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 で、今もバリバリ割れた鏡使ってて、ここが映ってて、ここが映ってて、ここが映っててみたいな全部大きさが違うの。へえ。鏡のここは大きくて、ここがちっちゃくて、ここは普通みたいな感じの鏡を使っておりまして、非常にやりにくいと。おしゃんてや。あ、なるほど、こういうことか。かわいいかもしれない。ちょっと組み立ててみますね。私の手が映ってる見てくださいよ、こちら鏡でございます。で、こっちが普通で、逆裏側が拡大バージョン、なんかね、あるやつですね。あ、ちょっとここちょっとお部屋がね、映っちゃうので汚すぎて映せないそうです。ちょっとね、今回はね、この辺にしたいなと思いますね次はこちら、ピンです。これさ、一時期流行ったよね。なんかここにこうチョンチョンって言って、ハーフチンみたいなチョンチョンってするやつ、私は今頃買いました。え、かわいいんだけど、こういう感じのお花のね、クリップで、こういう感じで、で、ハーフツインみたいな商品です。え、かわいくない？え、超かわいい。え、かわいくない？こういう感じでつけて使うやつです。すごいね、信号機カラーだよ。赤、青、黄色黄色なのそれ？黄色じゃない、白っぽい感じだよね。アイボリーみたいな。ね、かわいいです。次はこちらもピンですね。こちらちょっと傷とかもついてたんですけど、なんとこれリミちゃんが私に似合うとか言ってくれちゃって、あらでもそんなこと言われたら買うしかないと思って買いました。え、でも似合う？リミちゃんが私に似合うって言ってくれたんだけど。なんかその時さ、赤い洋服着てたんだよね。そう、今日青なんだけど赤い洋服着てて、赤い洋服でこのピンが似合うって。どう、リミちゃん。リミちゃんが似合うって言ってくれた。似合う。おー、よかったね。ありがとう。なんか一気に可愛くなるね。幼くなっちゃった。幼くなるね。かわいい、かわいい。かわいいです。次いきますね。次は、こちらです。こちらはイヤリングですね。つけるかどうかっていうところなんですけど、めっちゃこのイヤリングに惹かれまして、なぜかわかんないんだけど、価値かわいいと思ってさ。イヤリングとかさ、こういうの見てるとき超楽しくないね。でもいざつけると痛いから。そう、痛くてすぐ外しちゃうんだけど、どう、いいんじゃない。え、かわいくない、うん、かわいい。ちょっと痛い。でも早速痛い。そう、痛いんだよね。イヤリング痛いよね。ピアスって痛くないのかな。ピアス痛くないよ。無事、うん、
あ、こっち痛くない。うんぞ、なんでそっちだけ痛いの。違う、痛い、強さが違うのかも。挟む可愛くない。どう、うん、いいと思う。ちょっとなんか大人な女性感って可愛い、うん、あ、ちょっと頭はちょっと幼いんだけどミスマッチやん次はこちら、あ、こちら、こちらです。こちらは、リミが選んだんですけど、ペプシのコーラの、キーホルダーですね。これなんか、ランドセルにつけたいとか言ってました。え、かわいい、ランドセルにつけたいって言ってました。なので多分ランドセルでつける、あ、ランドセルにつけるであろう商品でございます。お揃いにしたい方はぜひランドセルにつけてみてはいかがでしょうかラストですね。ラストラストはこちら。え、かわいい、こちらピンクのチューリップのクッションでございます。で、うちの部屋が白とピンクだったので今回ピンクも選んでみました。その他にも赤とか黄色、オレンジ、黒はないのとか。白とピンクって黒はないの。あ、もう黒もあるか。でも私のあの設計図、うん、私のイメージは白とピンクだった、部屋が。そう、なんか黒もある気がする。でもなるべく白いの選んでんの家具とか本当に白とピンクを目指してんの本当にね。で、白とピンク、まあ、黒、若干黒なのでピンクを選びました。これも部屋に飾りたいと思います。はい、ということでレンジ入れてきました。こうやっていいですか。こうやって鍋に入れてつけてみます。3、2、1。わあ、ちょっと見づらいね。見づらかったこんな感じで中にライトがついてて、チューリップの花が光ります。こんな感じ。あ、もう 見づらいね。暗くした方がいいのかな。暗くする、ちょっと見づらい、見やすい。おお、見やすい、見やすい。ちょっと見やすくなった。おお、え、かわいい。暗い部屋だったらもっと目立ちそうだね。ね、ちょっと待って、こんな感じ。おお、あ、きれいきれい、めっちゃきれい。こんな感じ、うん、きれい。はい、で、次にこれですね。これ USB だから、こっちだったら届かないよ。よし、見づらいな。確かに、これで電気を暗くしないと。それでして、はい、光りました。一色なのこれ。二色だよ。二色なんだこれ。うち超わかりづらい。わかりづらいね。ガチめに分かりづらい。部屋の電気も消すか。うん、めっちゃ分かりづらい。どう、めっちゃ分かりづらいどう、スポットライトみたいになってる。下が青で、うん、上がオレンジなんです。あ、青の部分がすごいなんか小さい。小さいね。え、これ光がバーって出て終わり。そう、こういう感じになるはずなんですよ。あー、なるほどね、うん、あれ、え、光を照らすってことだよね、要はね。そう、だからグッズ、じゃあまあこういう感じだよね、本当にね。そう、グッズとかにこうかざしたら可愛いかなとか。ああ、なるほど。青の部分が少ないそうだね、なんかちょっと 見方があれかな、多分たまたまかな。オレンジじゃないじゃん、角度か。あ、こあ、でもでっかくなるだけか。まあでも、でもうっすら青い、上、あの下が多いよね。スポットライトこういう使い方はあるんですかね。なんかさ、オープニングから、うん、そうだね、ドドドドドドドじゃんみたいな絶対ある。はい、こんな感じでございました。はいはい、ということで今回はね、サンキューマートでの購入品紹介をしてみました。ということで、それではバイバーイ。